はい、えー、おはようございます。速課塾の久保でございます。えっ、ー、と、私ね、10月の下旬から、このポイントサイトを始めまして、えー、見ていただけていると思いますけども、現在ですね、199,200ポイント。ですから、20万円分が、ここにストックされています。これ、判定中なんで、これから確定に向けていくわけなんですけども、どうでしょうかね。ポイントサイト。モッピーというポイントサイトなんですけども、ん、今、確定してるポイントが3,804ポイント。まあ、4000円ぐらいですよね。 うん、で、下の方に20万が溜まっていると。これがどん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 上のポイントゲットの方に確定されていくわけなんですけども、まあ全部が確定するわけではないですけどもね。まあ話半分としても10万円でしょうん、だからこの1ヶ月も経たずに10万円ですよね。特別定額給付金がね、5万円出るのか10万円出るのかっていうふうな話をしてる間に、こうやって、しっかりとね、自力で作ることができるんですよね。うん。だからね、私ね、あの、 誰かを当てにする。それはあってもいいんですけども、半分では自分でも、うん、できることをやっていけばね、こういうことになるんではないかなと思うんですよ。うん。ですんでね、あのー、特別定額給付が出ないからね、もう諦めるんだっていう方、もちろんそうだと思います。じゃあ諦めたら何するんですかってことなんですよ。私は希望を持ち出しながらも、もしかして出ないこともあるなっていうことで、こういうこともやってるんですよねで。しかもこのポイントサイトだけやってるわけじゃなくて、複数の収入源を、やっぱりね、作り続けて、 そのうちの一つに特別定額給付金も出ればいいなと思ってるわけなんですよね。で、あくまでも特別定額給付金は自分が欲しいなというよりも、これがあったら助かる人がいるんじゃないかなっていうことで、まあ運動してるわけなんですよね。まあですんでね、あの、まあ自分のためでもあるんですけども、誰かのためっていう考えもあるんですよ。で、今日はね、誰かのためのもう一つ、このポイントサイトってものは誰でも参加できます。 で、自分ができそうなものだけ、ポイントをね、ポイントに向かってやっていっても、それは万、ね、の単位で、報酬ってのはいただけますから、うん、やっていただきたいなと思うんですよね。まあですんでね、今日はポイントサイトの紹介をして、これがいいんですよ、と。で、ポイントサイトいっぱいありますからね。うん、まあだから、自分でできることをやっていくっていうテーマでずっとね、放送してますけども、まあこういうこともあるんじゃないかなと。少なくとも何かをやろうとしている人を、こうね、 バカにしてみたりとか、足引っ張ってみたりとか、知ったかぶりしてみたりとかではなくってね、やっぱ私たちは応援したり癒したり協力するっていう風な、そういう風な前向きなエネルギーも持ってると思いますんで、それを十分活かしていただきたいなと思いますよね。え、それではですね、14日21時からポイントサイトのズームライブがございますんで、そちらの方でね、 ライブ中に稼げちゃうみたいですからね。ちょっと私も参加してみようかと思いますけども、私の弟子のね、シーヌキャスアルが主催しますんで、ご期待ください。それでは、明日のズームライブでお会いしましょう。